めっちゃこんにちは知ってる粗品さんの YouTube めっちゃこんにちは西村穂香です。さあ頑張れ今日はなんか田舎の空気を吸いに来ました。気持ちいいね。でもなんかさカンカン照りじゃないからさいいね。ちょうどいいね。空気が美味しい、うん、山に囲まれてますよ今は、うん、どこ見ても、うん今日は何しに来たんですか。今日は武雄競輪場に来ました。競輪に来たのでなんと朝から予想します。もうレース始まんの。いいですね。で私は何も出走表は見てません。だから LINE とかも何も分かんないけど予想は412あえて穴で多分1頭で来ると見せかけて4です。青がやっぱりね輝いて見えます。生放送でしかいつも映像でしか見たことなかったんで競輪はあの鮮やかさを見に来た。すごいスタート。鮮やかさは生で見たのは初めてなんですがいいですね。あ、4番頭いってますね。このまま逃げてくれればありますね。上にあれ1が、あ、だから1のラインなんだ。お、え、ってことはマジであるかも。4、1にありますね。1を7のラインなんだ。2653かなライン的には。で最後1が力尽きて4がまくれば1にある。まあ並んでますよ。1で行かせるか。あ、行かせるんだ。普通に行かせこう。平気これヤジおばさん最終けど1が完全に力尽きたね。5、3、4並んでるって。5、3は勝つんだったら高そうだな。やった。決定1着、5番2着、3番、3着、4番5、3、4 まあでもね次は出走表見れるんで輸送していきます。お客様にやってきました。ここがキャリールームっていうんだ。特別観覧っていうお部屋にやってまいりました。めっちゃ見える。すごい。しかもさすごい新しくて綺麗なのね。まだ5年しか経ってないらしい。自然に囲まれて気持ちいい一日です。では今日はこのお部屋から輸送して運転して競輪一日楽しみたいと思います。じゃあ6レースを予想します。3番ラインがちょっと大体のラインの予想しか分かんないけど奥さん4172みたいな感じで今ちょっと走ってたんでそのまま書きます。まずはちょっと現地でしかできない紙で書いてどうかな。決まりました。うん、決まった。じゃあちょっと予想の方予想は、まあ、ラインが634172のラインなんだけどそのまま417のラインは14折り返して3着に7はちょっと安めなんですが300円買います。でこれはちょっとオッズに期待なんですが14折り返しは変わんなくて3着に6、はい、それを500ずつ買います。いきます。いきます。まずは紙幣から。マスカードをお入れください。マスカードまたは投票券をお金を数えています。3400円なり買いました。4点。146416147417。1レース目からじゃあ当てたらいいね。いいですね。楽しみ。まもなく締め切りです。締め切られました。私は146416。いやどうだろうな、オッズ見てないから分かんないんだけど、ここの武雄競輪場は1着逃げが 25% まくり 30% 差し 44% ってことは逃げが少ないんだ。4頭が撃沈するかもしれない。差しだったら146ありえますね。2着は逃げ 15% まくり 17% 差し 31% マーク 30% 差し差し差し
あ、いいね。いいよ。一音はやっぱ売れてるな。41が一番売れてるわ。行かせるか。あ、え、あの紫の人頑張れ。誘導員誘導員頑張れ。おー、いいよ。あー、6だ。あー、6残ってるよ。いいよ、いいよ。1が離れてます。1離れてます。大丈夫、いいよ。うわー、2邪魔しないよ。いけ、行ってるけどついていけない。連絡はいいんですけど。1いける。1無理。チーン。465。え、すごい、238倍だって。え、すごい。463だったらあんまつかないけど、51倍だけど。え、これは当たんないわ。 LINE の全部頭だった。じゃあ次、7レース目予想しよう。藤のおじが西村徹って名前なんだよ。次、2番の人、西徹さん。西徹を信じるか。短期が入ってきた。私、短期を3着付けとかにするのが好きで、3着か2着に行きたいところ。6は6でしょ、短期で。短期を間にして2、6、7、7、2、6。もう6個なかったら終わりだ、私これ。できました。買ってきます。買いました。じゃん。全部300円ずつにしたんだけど、1500円。ちょっとね、さっき1600円分買ったんだけど、めちゃめちゃ荒れたんで、多分短期混ぜれば高くなると思うので、オッズそれに期待でちょっと安く抑えといた。ミスター頑張れ。短期も頑張れ。6。おー、後ろに行くと。みんな足にさ、テーピングみたいなの貼ってんの痛いんだ。それ痛いよね。毎日毎日って練習してた。おコーヒーですか。おコーヒーいただいてみようかしら。おコーヒーいただいてみようかしら。おお。さあ、後ろの様子を見て3が突っ張る。7が行く。行きました。7、2、5、3。ちょっと体力使いましたね。ただなんと私3は1個しかやってません。さあ、体力は残っているのかしら。いける？もう1個いく？ただいけないと思います。もういけないです。あ、1と。でもちぎれたんですよ、1が。まあ、1も1個しか買ってない。大丈夫。 6？ 短期あるよ。いける。いってる、いってる。いってない、全然。3は1個しかやってないんだよ。こっから7、7いけ。7、2、7、2、7。え、あれいる、あれ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 、7、2。うわぁ、短期どこ行ってる。7、2、5か7、2、3か。7、2はあったけどさ、そりゃさ、そりゃあるでしょ。7、2、3だ。まあ、これは変えたわ、正直。正直変えたやつだ。ただちょっと短期入れたい人だからな。入れちゃった。7、2、3でした。頭。え、変えたわ、これは。2連敗中です。ただもう今日のラッキーカラーは調べましたので、ここからはですね、なんと携帯で購入していきます。本日使うやつはこちらのセイロットで購入していきます。定番のやつです。なのでこちらで竹を8レース購入します。顔写真もあるので顔で決めようかな。顔写真もあるので顔でも決める。顔でも決めるよね。それはね、笑うとこじゃない。すいません、失礼いたしました。何、全然。ほら、めっちゃ強そうよ、この人。ありがさん、もう自転車一筋みたいな。はい、で今何個か予想を入れたんですが、ここに、まあ、出走表があるところにオッズとか人気順とか予想とかいろいろあるんですけど、参考にできるものがちょっといろいろありまして、こちらね、この予想してるコメントまで載ってる欄とかもあって、初心者でもこういうのを参考にして買ったら分かりやすいよっていうのもあります。はい、で AI 予想とかもありますんで、 AI は基本的に多分勝率とか点数とかで予想してくれることが多いです。
って予想はもうちゃんと LINE とかの予想なので、もうどっちかっていうと私は AI 予想よりかはもう予想のこっちの方を参考にしたりしてます。まあオッズも大事なんで、オッズもしっかり見ながら抑えます。で今回はちょっと今2回連続負けてるから絶対に当てたいということで2シャタンも買いました。1771折り返しで3連服も買いました。2シムどれが1着に来てもいい、2467かだったら。これは 79.5 倍意外とつくね。で3連単は513531で、3の短期がちょっと強そうだなと思ったんでこれにします。投票当たるように、念のため車検だけど、それも当たんないけどどういうことやねん。もうこれも足をね、足蹴りしたらいいからですか。じゃあもう硬いところはこっからってことですか。後半やりますか。じゃあ9レースの予想していきます。よし、買いました。9レース予想はちょっとさっきより2社多めに343145。もう2社単買っとけば当たるんですよ多分。ただ3連単は453451。1456372。いいよ、行かせませんよ、行かせた。いいよ、もう5、もう行きたい行きたい、来る、3が来る、3が来る、行け、4号行け、4号行け、いい、いい、いい、やばい、7、やばい、7、何、7が元気、元気だった、元気だった、7は元気だ、いやー、4号ならあんだよ、7、元気やな。やっぱり元気だったわ。こんな負け続けると自信なくなるな。これはなんか硬そうな気がする。続いて10レース買いました。17のラインがもう強そうなので17を押さえときました。だから3連服も172でしょう。714のラインなんですが、71の間に4を挟みました。741147、これで買いました。いきますよ、打つぞ。はい、始まりました。うわー、5ゴリゴリいくじゃん。内側から4、お？いや、そんな5を突っ張ったらもう垂れちゃうよ。スーパーテルー、5が絶対お前を先に行かせないぞと言わんばかりに。うわー、垂れた。1が75、57、やばい、3も来てる。何、やばい、こんなのはもう絶対無理だ。もう無理だ、引退、も引退です。え、どうして、やっぱ53のラインとかも押さえといた方がいいのか。マジでまた負けたわ。どっちにしろめっちゃ音高いわ。硬い方、絶対硬いと思ったから買ったのに。
だ走ってないか。いや、さっきも走ってた。思えた？はい。え、見てなかった。はい。11レース買いました。もうさっきの反省を生かし、強そうなラインじゃないところのラインも全部抑えました。カッコ2車単で。今回のラインは14、26、357のラインなので、14の2車単と、26の2車単と、35の2車単。そして、やっぱ35のラインが相当強そうだなと思ったので、351のボックス。今日初のボックスです。私は。まあ、357のラインですが、ちょっとここは直線が長いということで、最後の直線で差しが決まりやすいと書いてあったので、ラインで決まらずに違うラインが絡んでくる予想のボックス当たったー。もう当たらないとそろそろ無理かも。ちっちゃくなってきた。あ、始まりました。まあもう全ライン押されてるんで、もう余裕の面持ちで。263 26あります。もう当たるでしょ、さすがにね。あらー、14も、後ろから来てきましたけども、14も押さえてます。保険がすごい。いいよいいよ、行かせてよそこは。まあ26いるじゃないですか。26もあります。もう何、今のところ大丈夫大丈夫、もうそのままラインで決着しよう。まあ理想は135のラインあボックスが持ってるので、135なら何でもいいよ。あー、いいね、35いいよ、35いけるじゃんこれ。まずおー、7は垂れない、ついてった。1いけ、いい、35ボックスある。ちなみに35って私買ってるわ。35も買ってるよ。7やめて、1頑張れ、1、35は買ってんの、35は買ってんの、1、ダメー。でも35押さえたらよかった。やっとだよ。え、ラインだ、ここに来てラインだ。くっそー、なってよ。今までずっとさ、だってライン決着さしなかったよね。なんでここに来てラインなの。そのままでした、ミシャタン。ミシャタンですが当たりました。ありがとうございます。ダミったかな。ダミってそう、さすがに4倍ぐらいだった気がするんだよね。やべ、下がった。4倍あったはずが3倍になってる。一番人気です。頑張りました。でも次ね、ラストレースなんで、レオン短期めっちゃ気合入ってました。彼さあ、やる気を見せてくれ。4番542541154512374347、行かせませんよと突っ張ります。5番、いいね、めちゃめちゃ振り返るね。いいよ、4番いいところにいる。4番元気だから行く。4番元気だ。4番元気だ、まさかの短期が元気だ元気だ。あー、うん、いいよ、でもいいよ、2着になろう。4番そのまま2着やばい、いいよいい、どっち、やだ、あ、元気なくなっちゃった。元気ある。でも LINE かも、ちょっと待って、 LINE そのままかも。いや、4番元気なくなっちゃった。512なんてオッズ絶対低いよ。どっち1 5、やめてやばい、1当たもない。5だったらいいよこれ。5じゃないと、まあ、4よかったな、4いけ、このまま4あったらめちゃめちゃオッズ高かったのに。ただいまのレースの1着は写真を参考として判定しました。決定、1着5番、よし、ナイス。2着2番松崎隆久。今回は頑張ってないと思います。
4,250円。プラスだ今日。よかったー。チャリロトで1万円使ったのよ、全部で。今ので1万2000円以上になったから。勝利後のいっぱいです。気持ちよく帰れます、これで。どうですか、竹尾競輪場。いや、綺麗だしさ、なんかいいよね、この色合いが。緑に囲まれてて、今青い空で真ん中に緑もまたあり、綺麗ですね。緑も青も赤もいい。自然って感じで、めっちゃいいですね。ピクニックしたいね。めっちゃしたい。いっぱいで癒されました。とっても良かったし、でも竹尾競輪はやっぱりちょっと分かったやり方。うん、でもやっぱり決勝とか直線とかは最後の方は割とね、このまま決まるんだなっていうのが思いましたね。まあでも逆に初日とかじゃなくてよかったわ。初日難しいんだよ。上がり1秒、うん。はい、ということで、じゃーん、最後の2レースはどっちも的中しました。払い戻そう。さっきのは1個前が1240円だったんだけど、今回は12750円。まあ倍になりました。払い戻そう。はい、ということで、こちら今払い戻して本当はゼロだったんですが12790円になりました。やったー。チャリロットで、まあ、チャリロットの方がね、やっぱりなんかその髪よりも分かりやすいね。色ついてるし、顔写真もあるし、そのここには書いてないコメントとかもいっぱい書いてあるし、予想とかも書いてあるから、すごい初心者の方はやっぱこのデジタルの方が分かりやすいかも。 LINE とかも書いてあるんで、競輪って LINE がすごい大事なので、この髪にはない良さがいっぱい詰まったチャリロトでした。で、これを使って今回は当てれてよかったなっていうのと、現地にもね、こうやって直接足を運んで応援に来れて、すごいいい一日になりました。またね、来るもんね。はい、また竹を行きます。すごいいい場所だ。なんか普通に自転車で走ってても気持ちよさそうだよね。現地に足を運んで応援しに来るのとかはすごい好きなので、また来たいなと思います。というわけで、ありがとうございました。